塊魂、塊オズシ、塊魂、塊オズシ。Thank you. あんな王様でもこんなにたくさんのファンがいるんだもんな。あんな王様でも大事なことなのでね、2回言っておきましょう。ほらもういつの日か王様とレインボーしたいとか言ってくれてるじゃん。レインボーって一緒にするものなのね。まあそこら辺でちょっとよく分かってないんですけど、まあこんだけのファンがいるってことは、つまり同じ数だけのアンチもいるってことですからね、王様。出てこい。アンチ絶対いるだろ。まあじゃあこのファーイって言ってる人もこれファンなのかな、話しかけていきますか。眠いんだけど大きい塊みたいな。王様は相変わらずダラダラしてるよね。まあそういうところが好きなのかな。僕も塊魂大好きです。あのゆるい空気が大好き。僕も塊魂の真似してダラダラしてるの。外で？ああ、眠くなってきた。ああ、だけどその前に、本物の塊を見たいわ。見せて見せて見せて。あのね、外で寝ると開放感があって気持ちいいっていう人がたまにいるんですけど、絶対に家の中で寝た方が気持ちいいから。ベッドの上でふかふかの毛布で冷蔵庫がすぐそこにあって、絶対家の中で寝た方が快適だから。マイナスイオンとかどうでもいいから。目に見えない、マイナスイオンなんて目に見えないから。わかんない。あー、すいません王様。寝てたわ、目開いて、あ、ごめん見てなかった王様。多分開いてたと思うよ。王様の目バッキバキですからね。あ、王子、あ、何。あ、そうそう、この目この目。相変わらずやばい目してますね王様。寝る前に塊見たいの？本気で言ってるの？いやー、さすがの塊魂もそこまでダラダラじゃないよ。またどうせ褒めて噛みしめてやるパターンだろ。頑張って作ってるんだもん。無理無理、そんなの無理ですよ。王様って最高だよ。最高。何回やんだこれ。いや全然無理じゃない、全くその通りだと思う。むしろ寝る前にしか遊ぶなってことですよね。はい、塊作りに行こう。単純ですね。さあ、でも6分って書いてなかったか、前回の2倍の時間があるぞ。やっぱり眠い。はい、ここで転がすよ。また部屋の中だけど、とりあえず大きくしよう。これ部屋の中。相変わらず荒れ果ててるというか、インコがネズミ加えて飛んでるし、ザリガニちゃんもまたいるな。虫かごの中に入ってる。大きくすればいろんなところで転がせるように、なるんだって。6分来た。そうだな、このくらいの時間でさ、40センチ。このくらいの大きさになったら、まあまあいいね。では、王子、あとはよろしく、任せてください。塊を大きくして、危ない、痛え。画鋲にピンがいっぱい置いてある、危ない、危ない。ここなかなか危ないですけれど、落ちたくねえな。落ちたら登ってこれないけど、まあ上はでもこれぐらいか。落ちて大丈夫か。王子やばい、引っかかった王子大丈夫か。王子。魚が骨で動いたら怖。
なんだこの部屋。まずは小さいものを見つけて、大きくしていきましょう。将棋の駒、あ、将棋の駒いける、将棋の駒いけるぞ。なくなったら困るよ、これ一つでも。角、角が取れる、でかい。よしよしよし、取れ取れ。塊、塊、王冠、いや、まだ無理か。目薬はまだ無理か、こんなに目薬があんの。よしよし、いいぞいいぞ。もう何を巻き込んでるのかわからないけど、巻き込みまくれ、巻き込みまくれ。よいしょよいしょ。鈴鈴、あ、いいですね。チリン、お金お金、500円玉、ラッキー。部屋の中でね、お金拾うとなんかテンション上がるんですよね。あらあら、こんなところにお金あるじゃん。やったやったやった。あれテンション上がりますよね。あ、なんだ、え、気持ち悪い。え、おたまじゃくしにこれ巻き込める？うわうわ、ごめん。ごめんね。お手元。巻き込んだものをとりあえず叫ぶ。目薬、お手元、クラッカー、電池。よし、じゃあでかくなってる。順調じゃない？順調にでかくなって、はい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 、ここも登りたいな。みかんみかん、歯ブラシ歯ブラシ、ありがとうございます。もうだいぶ、もうだいぶ巻き込める、だいぶ巻き込める、いけるいけるいける。ほらほら、20センチ以上か、20センチ以上。ある程度の大きさを得ないといけないところもあるってことですね。王様が言ってたな。あ、猫ちゃんがいる、かわいい。大阪くわえたら、かわいい猫ちゃん。猫ちゃんも巻き込めるようになりてえな。ちょっと待ってくれ。でもだいぶだいぶもう巻き込んだけど、あ、痛い。尻尾でペチンされた。だいぶ巻き込んだ。誰だ誰だ、今コンセントに四つ葉のクローバー突っ込んでただろう。危ねえぞ。大変なことになってんだから。あのね、コンセントにシャープペンシルの芯を突っ込むみたいな遊びが学生時代流行りましたからね。あれめちゃくちゃ危ないですから、絶対やったらダメですよ。絶対ですからね。本当にダメだからね。よしよし、来た。20センチ超えた、20センチ超えた。ん、なんだ王様、あ、ようやく果たした。王様ロードは苦手。ね、あ、ごめんね、寝起きだもんね。ロードの最中って話せないんだもん。え、今ようやく話せるようになったけど、ロード、あ、なんて。早いな。それにしても眠い王様、眠眠ですわ。ここから転がしていけば先に進めるみたいです。王様眠いけど頑張りますよ。お、まだ半分以上残してる、半分以上残してる。上とかにも、上とかにも上がっておきたいんですよ。上とかも上がって、お手元、そろそろいいかな。そろそろここの巻き込み残しもないから、こっち行っちゃおう。外、ベランダ来た。え、落ちれる落ちれる。うわ、外だ、うわ。気持ち、あ、やべ、あ、あの周りにもあったかな。もうでもいいや、巻き込んじゃう巻き込んじゃう。ピクニック中すいません、どうもありがとうございます、ありがとうございます。襟巻きオオトカゲがいる。ここ日本か。大丈夫か。メガホンはまだ無理や。カエルちゃん、ごめんね。生き物もいっぱい、でも気持ちいいよ。ついに外に出ました。あ、リスも、リスも巻き込んだんじゃない。生きてる来てる来てる来てる。うわうわうわ。トランペット吹いてる、白い鳥が。ごめん、名称分かんなかった。なんだろう、アイヒルかな。よし、いいぞいいぞ。お、親戚か。あ、親戚じゃねえな、これは。なんかいて。人形か、また親戚いないかな。親戚集めたい、親戚集めたい。集めたいですけど、猫ちゃんも、黒猫ちゃん見てるね。はい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 、道路に出てきました。行動行動。家の中じゃないんですよね、これね。物がすごいことになってるけど、これ人んちだよね。すいませんね、お邪魔しますね。よしよしよし、登って、あ、登れない登れない。あ、ごめんね、お邪魔します、お邪魔します。あ、出前頼んでる、来た。このね、出前器で来るパターン、テンション上がりますよね、出前がね。いれいれいれ、蹴るな。よっしゃー、またさらにでかくなった。もう40センチ。はい、目標は達成しましたよ。ここから残り2分、残り1分か。あ、記録を伸ばして、もう痛いで、蹴らないでよね。どうせならもっと大きくしたいしたい。もう王様の評価、王様に、王様やっぱね、自分の父親だから、なんかね、はぁーみたいな。リアクション薄いのちょっとへこむからね。褒められたい、俺は王様に褒められたいんだ。
あれでもまだ全然だな、全然だな。もっと大きくしたい、もっと大きくしたい。ちょっと上に戻るか。この大きさになったことで、巻き込めるようになってる。もうない、もう30秒しかない。やばい、マジか。いけるかこれ。ダメか、ダメかこれ。いや、巻き込め、ラストスパート、ラストスパートいける、ラストスパートいける。ほら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 、よしよしよし。なんか、なに今のは。王様へのプレゼント、なんかプレゼント、あ、そうだよ、お父ちゃんプレゼントを持っていくよね。褒めて、息子を褒めて。うわ、リーイチジョー。わー、やっと終わったか。もう眠すぎですよ。高級お皿1262枚分の大きさ。はい、わかりませんと。62センチどうだろう。まあ、目標は達成したけど、お父ちゃん王様のリアクション。ああ、褒めてほしいな。どう？結構でかいんじゃない？ぐえ、寝てるだけか。また目開いて寝てるって王様。ああ、目開いたまま。ああ、ね。でた。ああ、塊ができたろ。いつの間に。どうだ？62センチ4ミリ。なんだか、眠いや、この塊。くそ。小さくはないけど、つまんない塊ね。普通でくそ。ちくしょう。もっと大きくなるんじゃない？ちくしょうだぞ。プレゼントあるよ、王様。わお、プレゼントはカメラですか。すごい。カメラ大好きだけど、王様には小さいです。王様がでかいだけなんだけどな。王子であげるわ。ファンの気持ち大事にしろよ。この感じ、この塊は日用品っぽいね。日用品、あんまり嬉しくないけど。日用品がいっぱいあったんですね。なんだろうこの気分。目覚めたけどすっきりしない。だって普通の方。お前に言われると腹立つな。お父ちゃんに言われるとね、なんかちょっとシュンってなるけど、お前他人だもんな。腹立つな。本当に王様に塊くれちゃうの？本当にすごい、ありがとう、嬉しいです。どうしようかな。ああ、コスモに浮かべようかな。そうしよう。あ、これはちょっとリベンジしたい。次のステージ行く前に、まあ、一応クリアなんですけどね、リベンジしたい。ありがち海王星とか言われてる。クソ。あ、惑星だったね。寝ながら宇宙行きたいな。くっそ、これちょっと、もう一回やり直していいですか？そういえば、ファンからのプレゼント、ちゃんと大事に使ってる？使い方ちゃんと分かってる？あのカメラですよね。セレクト広場にバースデーケーキあるでしょ？そんなのあったっけ？そこでプレゼントを、つけてください。プレゼントでおしゃれに変身です。ステージに隠されたプレゼントを巻き込むと、王子たちが身につけられるアイテムが手に入る。あ、来た、バースデーケーキ、でかー。1歳なのかな、ろうそく1本ですけど、これですね。プレゼントカメラを身につけると。わ、かわいい王子、これ。でも、このまま転がすの塊、危なくない？これ、一眼レフのカメラでしょ。高いですよ、これ。あ、でも、かわいいな。こいつ寝てやがる。そのね、腕の体勢で寝たら、もう起きた時だいぶ痺れてそうですけど、しんどいよ。なんだか小さい塊だったんで腹立つな。そう、目が覚めるようなでっけえ塊見してやるよ。あれ、外からだ、いきなり。なんだか大きくするのは飽きました。ただ大きくするのは飽き飽きです。そこで考えました。眠りながら考えました。器用ですね。50センチ、目標とかも変わんの？とにかく急いで転がしてください。王子ならできるはず。ではよろしく。ん？急に外から始まって？はいはいはい。場所は特段さ、この前と変わらずかな？あ、いていていて。うさぎちゃんもいるけど、時間制限がなくなってる。なんかタイムアタックみたいになってる。
え、変わんの？え、変わんの？え、お前50センチ、50センチどうしよう、スピード勝負、スピード、大きくしたか、大きくしたいのにスピード勝負になってる。お、終わった。終わったぞ。はい、終わりです。お、この塊はすごく早いかも。2分7。どうだ？だけど王様眠眠です。早いけどもう夢見心地です。そろそろ戻る？ん？これも50センチ行ったらすぐ終了なのか。2分、速さを競うやつ。大きくしたかったんだけどな。どう王様？あ、ダメっぽい？あ、違う、出てるだけだ、これ。あ、目開いたまま出てたじゃないのよ。あ、塊ができたな。どうだ？ 2 分7。だけど、早いようじゃ早くないなんだか。え、普通ダメ、これも。元はね、6分で50センチだったんですよ。それを2分7秒って早いと思うけど、もうちょっと急いで塊作ってよ。おお、この感じ、この塊は飲み物っぽいね。くそ。え、またちょっとリベンジしていいかな。眠いのにまた転がすの？眠いなら寝た方がいいよ。まあそれは間違いないですけど、夢の中でも転がしたいので同じステージばっかやってるけどいいかな。ごめんなさいね、悔しくて。夢の中でも、いや、転がしましょう、転がし続けましょう。どっちで転がすの？なんだ、とにかく大きく、急いで大きく選べるようになるのか。いや、大きくしたいよ。え、大きくする夢だね。もともとね、こっちのつもりでやってましたから。スピード勝負か、大きくする勝負か、また始まる場所が違う。やっぱり眠い。はい、ここで転がすよ。また部屋の中だけど、とりあえず大きくしよう。大きくすれば、いろんなところで転がすようになる。はい、6分来た。これ最初のやつと一緒ですね。来た来た、リベンジリベンジ。リベンジのリベンジ。これがやりたかったんだ、俺は。ゴー、サイコロ転がして、上のやつは取って取って、全部取って、このまま落ちちゃおうか。オッケー。クローバー、クローバー、まずはちっちゃいやつから取って、もう大きくなった。早い、いいよ。ま、この大きくなるやつでもスピードは勝負だからな。おい、巻き込めろ、巻き込めろ。巻き込めろ、巻き込めろ。いいよ、いいよ。登って登って、より早く、より大きく行くぞ、おじ。リベンジもあいつにあんなこと言います。あ、やべ、下。もうちょっと、もうちょっと、20センチ突破。オッケー、いいよ。あ、ちょっと、王様、王様。これ見たから。王様見たからごめんね、スキップさせてもらうね、王様。毎回これ説明入るな。で、20センチ突破、残り5分残してる、早いんじゃねえか。で、この手前も拾いながら、来た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 、リコーダー来てるよ、残り4分。オッケー、目標40センチ達成、どうだ、残り3分、残り3分、この前よかは早いんじゃねえか、この前よかは早いんじゃねえか。はいはいはい、飲み物いただいて、いただいて、来てる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 、いいよ。襟負けトカゲ倒してな、あいつ、ニックキニックキ、私たちの襟負けトカゲ、来た来た来た、もう前回の記録超えた、65、いいよ。はいはい、トランペットもアヒルちゃんから回収回収、来てる来てる、でかいでかいでかい、来てる来てる、いいよいいよ、まだ2分ある、まだ2分ある、よし、来てる来てる、これめちゃくちゃいいじゃん、めちゃくちゃ、ごめんね、おばさんすいません、お邪魔します。オッケーオッケー、掃除しに来ただけですから。おわしゃ、来た、またさらにでかくなった、70センチでかい、これはもうこの世のすべてを、この世のすべてを巻き込めるぞ、いけいけいける、襟巻きとかにも今勝てるじゃねえか、猫ちゃんも巻き込める、猫ちゃんも巻き込める、ウサギちゃんもいける、ウサギちゃんもいける、うわうわ、来た、ニックチ襟巻きとかに、おらやったぜ、取った、エリ負け取ったさ、ほら、いい、来てる来てる、あ、気持ち、あ、気持ち、やばい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 、オッケー、引っかかるぜ、エリ負けとかに、ほら、いいね、あ、気持ち、あ、気持ち、うわうわうわ、いて、人間はまだ無理か、よっしゃよっしゃ、来てる、あ、いい、あ、いいね、
どこだどこだ、あとは、あーごめんなさい、子供が遊んでるとこだったのね、すいません。アヒルちゃんもアヒルちゃんも飛びたけど無理か、まだ大きさが足りない。くそ、残り30秒近い。くっ、もっと行きたい、100センチ行きたい、100センチ行きたい、100センチ行きたい、ああいける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 、頑張れ頑張れ、あともうちょっと、もう30秒もう30秒やばいやばいやばい、巻き込んで90センチ90センチ来た90センチ来た、いける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 、どうしようどうしよう、部屋の中、いや、こっち行った方がいいかな、こっち行かない、やばいやばいやばい、見えません、いける94センチ90、もう巻き込むものがない、100センチ行きたい100センチ行きたい、何が何でもいい、手当たり次第に巻き込め、手当たり次第に巻き込め、いけいけいけ、我慢いってくれ、あー無理か無理か、でももうだいぶいった、もうだいぶいったよな、満足していいか、わあやっと終わったか、お、この塊はいい大きさだねって言ってくれる、茶花かご114個、すみません、わかりませんどうだ、行ったんじゃねえか、褒めてもらえるぞこれで、100センチ行きたかったな、行けたかな、どうだろう王様レインボー王様がやっぱ勝手にしてるだけだよね、うわでかー、どう、あんま寝てるだけか最初はあー目開いたまま寝切ったじゃない、どう、大きさは目覚めるんじゃないこれ、わーおー目覚めました、これがあの塊、小さかった塊、94センチ7ミリ、すごいよ、きた、もうすごく大きいよ、いやー塊魂すごい、素晴らしいゲームだね、あースピーディーに転がしたんだね塊、流れ星が流れちゃうくらいスピーディーだったのね、うんーこの感じ、あーまた日用品かあーなんだろうこれ、この大きいやつすごいのは、君からもついに褒め言葉を引き出すことに成功しました、夢に出てきそうで眠れません、塊魂本当にすごいね、きた嬉しいあ、結局プレゼントするのね王様に本当にこれもじゃあ浮かべちゃいましょう、惑星にしちゃおうぜ、ではお言葉に甘えて、どっちにしようかな、でも決めてるの、心の中では決まってるの、こっちしかないです、惑星クズにもできるけど惑星にもできると、いってらっしゃいわざわざ前あったやつ壊さなくてもいいと思うけどね、オールウェイズ海王星来た、お、まとめ買い流星なんだ、あ、流れ星、僕も流れたい、なんだなんだ今の流れ星どな、なんかすべきだったかやったー、まあじゃあこれで気持ちよく次のステージに行ける、あらまだ転がす王様にも言われてるいやスピードもね、あいつに舐められたまんまだから、あ痛い痛い痛い、あ痛い痛いやめてさあ来ましたよ、めちゃくちゃ早くやってやりましたよ、王様。どぎも抜かれるんじゃねえか？あ、目開いたまま、あ、寝てた。あ、塊ができてる。しかも、早い早い、来た!1 分12秒すっかり目が覚めました。どうよ、王様の目がやばい目の開き方バッキバキなったろいやありがとう、このスピードちょっと感動します、もう流れちゃうよ、こんなに早い塊だもん、え、何が流れるかって、そりゃあれに決まってるでしょ何うん、この感じ、この塊はフードっぽいね、食べ物いっぱい巻き込んだのか、全然意味わからんけど、早い塊、早い、早すぎて眠れませんよっしゃ来た、うーいってらっしゃい、おおいつでも惑星壊せる力を持ってる王様ゲブエーゼに、おなか、お腹ポンポン流星、なんかいい感じの記録が出ると流れ星が出るのかな、ありがとうございます。やばいやばい、ちょっと時間がかかりすぎてるな。すいません、お待たせいたしました。新ステージは、ホーイお兄さんかな？ちょっと待って！海に入って大丈夫？
私カメラ持ってますもんね、これ。カメラが、使ったりしない？壊れたりしない？あ、使ってるわいやいや、こんなことしてるからね、すいません、時間がかかるんですよね。え、水の中では転がせないの？水中ステージか？わあ、でかい。はじめまして、王様。王様、地中からも見えてるんだ。大問題になりそうだけど、金槌なんですか？全然泳げないけど、金メダルが僕の夢。バタフライ100メートルで金を狙っては一番難しいと思うよね。ちょっと練習ついでに水の中で転がしてみよう。前の塊魂だですよね。転がせなかった水中を。どう？転がしてみない？まあ、バタフライはね。俺もうできません。平泳ぎで心折れました。あれ？バタフライいらなくね？ってなりましたから。あ、まあ、美味しい空気。ほら、美しい大自然。王様、海より山が好き。あら、王子はどっち？まあ、俺はどちらかといえば海。まあ、水、水というか、まあ、海。山でも海でもなく水の中？なんだかリゾート気分台無しや。塊魂面白い。まさしく、金メダルだね。金メダル。いや、あ、そうなんですよ。水がないと何も始まらないの。海、山、我々は水があるから生きていけてるんだね。では早速、水の中で転がそう。どうなんでしょう、水の中。なんかね、動き方とかが難しかったりするんじゃねえか。うわ、来た！ハスの上からスタート、ブクブク、水の中王子、シュノーケルと一眼レフ。それ大丈夫かな？防水機能ちゃんとついてる？すごい世界だね。あれ、王子は息できるの？シュノーケル。これシュノーケル長さ足りるかな？あ、6分！塊のことを忘れてた。このくらいの時間で、これは前回と一緒ですよ。でも80センチ！でけえな。水の中って何かあるか？王子、あとはよろぶく。了解です。まずはここにいるカエルちゃんをゲットして、オッケー、ゴー！ノー、ブクブク。王様無視、あれ無視しちゃった俺。オーケー、来た、魚、あ、ウニ、ウニ、いい、ウニがいるってことは、ここ海か？魚が骨で、泳いでて。ただ人もいますね。ただちっちゃい床に落ちてるのが何もない。これどうする？何を、ちょっと魚ちゃん待って。動いてるものが多いかもしれないですね、生き物。あ、貝とかか。こういう貝とか、海の中で砂遊びしてる。なんだなんだ、アルビカンとかハケでもやっぱカニちゃんかな。カニちゃん、ザリガニ、生き物中心で、いてーつえー、ちょっと待って、むずいぞ。ちっちゃいやつが少ない、ちっちゃいやつが少ない、なんか墨汁が落ちてる。タコの墨かこれ。なんか書いてあるぞ、なんか書いてある。3年花田エリカ風水はね、書き初めしてる。あ、でも上に登れる。上に登れるってことは、何か陸地にもあったりすんのか？はい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 。ここら辺に小さいのとかもあるかもしれませんね。ザリガニに貝があって、ボートで、まあ、まずは最初周り探索からかな。あ、君たちでしょうね。水の中に捨てたので。うまー。天才だ。うまー。同じ絵描いてる。やばいやばいやばい。人魚もいる。このお魚ちゃんたち、巻き込みたいんだけどな。この地面にいないからかなりでかくならないとむずいぞ。エンゼルフィッシュちゃんたち、骨。ね、でかくなって巻き込めるようになったらだいぶ簡単だと思うんですけど、熊の実ちゃん来たー。でかくなった、でかくなった。これでかくなったらあとはエビフライが泳いでる。なんだなんだ、釣られた、やめて。うわ、釣られてる、すごいことになってる。脱出、何、脱出どうすればいいの？動けばいいのか？ WK、危ない。釣られてる、おい、こんな邪魔も入ってくるのか。エビフライが泳いでる。なんだこの世界は。でもいい、うわ、入れ食いだ、たまんね、猫ちゃんがシュノーケルで、うわ、エイもいる。なんだここ。
あ、楽しい。あ、楽しい。気持ちいい、気持ちいい。いいよ、いいよ。魚入れ食い、魚入れ食い。たまりませんね、たまりませんね。あいあい、巻き込め、巻き込め。おらおら、おらおらおら。あ、気持ちいい、気持ちいい。この真ん中のゾーン、気持ちいい。たまりませんね。はい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 。うなぎっぽいのも、うなぎっぽいのも巻き込める、きた。またさらにでかくなる。またさらにでかくなる。おら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 、来てる来てる。来てる来てる。もう残り2分しかない。いや、最初に手間取ってしまったな。最初に手間取ってしまった。錦鯉もいける、錦鯉もいける。エイはまだ無理。オッケー、オッケー。いや、上の方は、上の方はなかなかいないか。もっとでかくならないとダメか。1分前 ?1 分前、やべ。やべ、なんか人が刺さってる。人命救助最優先。死んじゃう、死んじゃうから。やばい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 、はい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 、いただくいただく、するめするするめ。なぜ加工食品が。やばい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 、80センチ目標も達成できないよ、釣られた、助けて。やめてよ。ねえ、やめてやめて、やばいやばい、くそ。畜生。あ、プレゼントプレゼント、上にプレゼントあったな。あれ難しそうだな。財宝もいっぱいあるじゃん。財宝、タコちゃんいける、タコちゃんいける、タコちゃん無理か、タコちゃん無理か。うわ、かげく、く、あ、あ、やばい、残り10秒しかない。なんでもいい、なんでもいい。おら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 、入れ食いだ、入れ食いだ、いけ、間に合うか、間に合うか、頼む、行ってくれ、行ってくれ、よっしゃギリギリセーフ。絶対褒められない。今日のブクブクどうだった？はい、ここもリベンジです。長くなるぞ。まあ、とりあえずね、クリアはしましたから。80センチ危なかった、ギリ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 だったな。あ、まあ、でかいんだけどね、これでも十分。ブクブクブクブハー。いやー、泳ぐのって楽しい。王様も泳いでたのね。ところで、これが水中にあったの、どこかで見たこと、ああ、塊だ。82センチ、2ミリ、ギリギリ。なんだこれ。浮き輪くん、ごめんなさい。父親に謝らせてしまった。くそ、ごめん。水中を舐めてました。ぷかぷかウキウキ、難しいというか小さいのが少なかったんですよね。いや、もっと大きくできるでしょう。ぷかぷかウキウキ巻き込もうよ。このビチョビチョ塊はとても水族館っぽい。水族館、ジャンル水族館。水の中転がしてランキング2位文具。墨汁だね。そして文具っぽくもあり、なおかつリッチですね。ええ、そんな謝らないでください。僕の方こそごめんの大人だ。うちはくん大人だ。塊魂、水はあまりなんですね。あまり上手じゃないですね。ぐさ。敬語なのが心に刺さる。水で転がそうだって言わなければよかった。ごめんごめん。金槌塊いりません。もう王様にあげるよ。本当に王様に魂くれちゃうの？本当にすごい、ありがとう、嬉しいです。どうしようかな。あ、アコスボに浮かべようかな。うん、そうしよう。あ、父親に謝らせてしまったな。水星になっちゃった。へえ、かっこいいね。うろこ水星。ギリギリ82センチか。あ、おえ、来た。第2回、虎の、本当だ、確かに前回なかったよな。王様の過去。ですよね。大丈夫ね。ボクシング。うわ、王様。ヘッドギア横長。特注品だろうな。まあでも2位はすごいですよ。2位十分すごいですよ。褒めてあげてね、おじいちゃん。おじいちゃん？あ、おじいちゃん。おい、2位はすごいって。
これひねくれちゃうよ王様こんな幼少期ひねくれちゃうって王様